どうも、はしきりざめざめ社会学者リッキーです。早速ですが、まずはこちらをご覧ください。この文字を見て、真っ白いワニを想像した人は、必ず最後までこの動画を見てください。まあ、こっちの正解の方を想像した人も最後まで見てください。ということで、今回は白ワニというサメを紹介していきます。名前が紛らわしいというのもあるんですけれども、実際それ以外の面でもかなり誤解されているサメなので、今回は白ワニ解説動画というよりも白ワニ救済企画です。この動画で白ワニにまつわる誤解勘違いを全て解いていこうと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。白ワニとはどんなサメなのか、まずはざっくりと紹介していきます。白ワニはネズミザメ目オオワニザメ科に分類され、成長すると全長3メートル近くなる大型のサメです。このネズミザメ目というのは、ジョーズのモデルになったホオジロザメや深海魚として有名なミツクリザメ、漁獲されるとニュースになりがちなメガマウスなど、基本的に水族館で飼育するのが難しいサメばかりです。しかし白ワニは水深15から25メートルほどの浅い場所をゆっくりと泳ぐサメのためか、人工環境に慣れやすく、ネズミザメ目で唯一水族館で長期飼育できるサメです。そんなサメなので、見たことあるよっていう人も結構いると思いますが、改めて見た目を詳しく見ていきましょう。白ワニは円錐形の糞と小さい目、そして常に半開きになった口から尖った歯が覗いている顔が印象的です。体つきは全体的に太くがっしりしていて、体についている各部のヒレも大きいです。他のサメの場合、2番目の背びれ、つまり第2背びれと尻びれが小さくなりがちなのですが、白ワニはそれらも第1背びれと同じくらいの大きさで非常に目立っています。また年齢や個体差にもよりますが、不規則な斑点模様が体の側面に出ているのも特徴の一つです。個人的にはかなり特徴的なサメなので、見間違うっていうことはまずないんですけれども、意外に全然違うサメを指して「白ワニですか?」って聞いてくる人が結構いるので、サメ初心者の方は今僕が説明したような特徴で見分けてみてください。この白ワニというサメ、個人的にかなり大好きなね、推しの一種でもあるんですけれども、冒頭で言った通り、非常にいろんなところで勘違いされているサメでもあります。なので今回はそういった白ワニにまつわる勘違いを解くことによって、もう完全に救済していこうと思います。まずは白ワニという名前についてです。白ワニのことを話すときに、白ワニっていう名前だけ伝えると、高確率で爬虫類のワニだと勘違いされます。前にダイビングやってるという人と、すみだ水族館に白ワニがいるっていう話をしていて、なんか話が噛み合わないなって思ったら、相手の人がアルビノのワニだと勘違いしてたってことが実際にありました。サメ好きの中では白ワニはかなり有名なので、こう話していてあまり違和感はないんですけれども、確かによくよく考えると非常に紛らわしい名前です。ではなぜサメなのにワニと名前がついているのか。実は日本の一部地域ではサメはワニと呼ばれているんです。そもそも日本には一般にサメと呼ぶ動物を指す言葉が3つほど存在します。一つはおなじみのサメ、漢字にすると魚へんに交わると書きます。そしてもう一つが孵化です。魚へんに養うと書きます。中華料理で使うサメのヒレを孵化ヒレと言いますが、まさにここから来ています。また眠りブカやラブカなど、孵化という名前がつくサメはたくさんいます。そして山陰地方にはサメのことをワニと呼ぶ文化があるんです。実際に広島県ではワニ料理という名前でサメ肉を使った料理が売られていますし、有名な稲葉の白ウサギに出てくるワニも実はサメではないかとする説があります。この3つの名称がどういう経緯で生まれたのか、はっきりとした起源は分かりませんが、サメは交尾をする魚であり、お腹の中で赤ちゃんを育てる仲間も多く、さらに顎を使って獲物を捕らえる捕食者なので、3つともサメを表す漢字としてはしっくりきます。ちなみにサメを表す代名詞として使われがちなジョーズという言葉ですが、もともとの意味は顎です。なので DVD パッケージにするとこんな感じです。白ワニについて言えば別に山陰地方に特別多いサメでもないですし、体の色もそもそも白くないんで、なんで白ワニっていう名前がついたのかちょっと正直謎なんですけれども、このワニという標準和名はサメの地方名のワニから来てると見て間違いないと思います。余談ですが、実はシロワニにはワニっぽいと言えなくもないような習性があります。実はシロワニは時々水面に出て空気を胃の中に取り込むことがあるんです。もちろんサメの仲間なので呼吸自体はエラで行いますが、サンゴ礁や洞窟などをゆっくりと泳ぐシロワニは水面で空気を体内に取り入れることによって浮力の足しにしているようです。サメは浮き袋を持っていないので一定の速度で泳ぎ続けないと体が沈んでいってしまいますが、シロワニは体内に空気を保つことによって非常にゆっくりとほとんど止まっているようなスピードで泳いでいるにもかかわらず中性浮力を保つことができます。僕も水族館で1回だけシロワニが水面で空気を吸ったんじゃないかって思える瞬間をね、見たことがあるんですけれども、ちょっとはっきりしなかったですね。じっとシロワニを見ていればそのうちそういう場面を観察することができるかもしれません。シロワニという標準和名が紛らわしいという話をしましたが、英語ではどうでしょうか。シロワニは世界の熱帯温帯海域に分布しており、同じ英語圏でも国や地域によって呼び方が異なっています。最も有名なのがアメリカで使われているサンタイガーシャークですが、イギリスやオーストラリアではグレイナーシャーク、南アフリカではスポッテッドラックトゥーシャークという呼び方がされています。全部シャークとついているのでさすがにワニと勘違いする人はいないと思いますが、実は全く違う種でタイガーシャーク、ナースシャークと呼ばれているサメがいるんです。このうちナースシャークの方は分かりませんが、タイガーシャークに関する間違いっていうのは結構あります。日本でも危険な人食いザメタイガーシャークとかナレーションを入れながら堂々とシロワニの映像を流す番組がやっていたり、某サメ映画でも明らかにシロワニの見た目をしたサメが泳いでいるのにタイガーシャークってドヤ顔で説明してるおっさんが出てきたりして、なかなかひどいことになっています。いくらね、名前が紛らわしいとはいえ、ここまで見た目が違うサメを間違えちゃうってなると、なんか他の分野でもね、こういう適当なことやってんじゃないかって思って、ちょっとそういうメディアに対する信頼っていうのがね、僕の中で落ちちゃったりします。一応覚え方を教えますが、シロワニは砂浜がある海岸近くのような浅瀬にいるので、サンドタイガー。イタチザメは体に虎を思わせる縞模様が入っているので、タイガーです。いいですか、もうこれテストに出しますからね、もうちゃんとこれで覚えてください。名前について勘違いするのはまだいいとして、シロワニはその危険性についてもひどく誤解されていて、もはや風評被害を受けていると言えます。ただでさえサメは人食いモンスターみたいなひどい偏見を持たれがちですが、シロワニは主にその顔のせいで特にその傾向が強いです。大抵のサメはたとえ鋭く切れ味のある歯を持っていたとしても、口を開いて獲物を襲う瞬間でもない限り外からはあまり歯が見えません。しかしシロワニは常に口を半開きにしていて、歯も長いので何もしてなくても尖った歯がむき出しになっています。しかも体が大きくてがっしりしているので、いかにも危険なサメのように見られがちです。実際に水族館のシロワニ水槽の前で人食いザメとか上手っていうフレーズはよく聞きますし、テレビやネット記事がシャークアタックを報じる際に別にシロワニが人を襲ったわけでもないのにシロワニの映像とか画像が使われたりします。こんな感じでシロワニは人食いザメとか凶暴なサメっていうイメージを持たれがちですが、実はシロワニは人を積極的に襲うようなサメでは決してありません。サメの食性、つまり何を食べているかというのは、胃の中を開くのが手っ取り早いですが、歯を見るだけでもある程度推定することができます。こちらがシロワニの歯です。先端が鋭く尖っている細長い形状をしています。似た形状の歯を持つ有名なサメにネズミザメ目の青ザメがいますが、シロワニの歯は大きく尖った部分の左右に副口頭という小さなトゲみたいなものがちょこんと一つずつついています。個人的な話ですが、この小さな副口頭がちょこんとついているのが可愛いというのもシロワニの推しポイントです。こんなに尖った歯をむき出しにしているのは一般の人から見たら怖いのかもしれませんが、この歯は突き刺す歯、人間の食器に例えて言うならナイフではなくてフォークです。つまりシロワニの歯は人間のような大きな動物の肉を噛みちぎるためのものではなく、一口で丸飲みにできるような獲物を突き刺して逃がさないための歯だと言えます。実際にシロワニは甲骨魚や自分より小さなサメ類、そしてイカなどの頭足類などを捕食しているのが確認されています。この説明を聞いてもシロワニが怖いっていう人のために一応言わせてもらうと、シロワニは性格も非常に穏やかなサメであり、ダイビングで彼らと一緒に泳ぐこともできます。シロワニは水深 30m より浅い、しかも陸に近い場所に生息していたりするので気軽に会うことができます。日本でも小笠原のいくつかのポイントで彼らと一緒に泳ぐことができ、シロワニ目的でわざわざ訪れる人がいるくらい大人気です。僕も一回小笠原でダイビングした時にシロワニに会ったことがあるんですけども、めちゃくちゃかっこよかったです。もう手が届くような範囲に2メートル近いシロワニがこうやって泳いでいく姿はね、本当に感動でした。で、かっこいいだけではなくて、ゆっくり泳いでるので、もう堂々として美しいんですよね。で、確かに顔から歯はむき出しなんですけれども、全然こっちをね、こう気にするような様子もなかったですし、僕自身もね、全然こう恐怖心とかはなかったですね。もちろんシロワニを追いかけたり驚かせたり、あるいは餌とかで刺激すれば彼らに噛まれてしまう可能性はあります。そうでなくても全長 3m 近いサメがもし猛突進してきてぶつかったらただでは済みません。ただ大型の野生動物と関わる時に気をつけなければならないっていうのはシロワニに限ったことではなくて当たり前の話です。むしろ出会い頭に急に襲われる危険性があるっていう面ではクマとかイノシシの方がよっぽど怖いと思います。表面的な見た目で過度に怖がったりとか変なメディアに惑わされることなく、シロワニのかっこよさ、美しさ、そして可愛さについて僕はもっと多くの人に知ってほしいなって思います。シロワニを語る上で外せないのが彼らの生殖方法です。シロワニは子宮内で共食いするサメとしてよく紹介されます。この情報自体は間違っていないんですけども、シロワニの怖い顔とセットで一人歩きしてシロワニやべえやつみたいな雑なイメージが広まってる気がするので、ここも少し深掘りしていこうと思います。サメの生殖について基本をおさらいすると、サメには卵殻に包まれた状態の赤ちゃんを産み落とす卵生のタイプと、お腹の中で赤ちゃんを育てて成魚のミニチュア版まで成長させる胎生のタイプがいます。そして胎生のサメの中でも赤ちゃんに他の卵を食べさせるもの、ミルクのような栄養液を与えるもの、胎盤を形成してへその緒を通して栄養を送るものなど、いくつかのタイプに分かれます。実際には卵も栄養液もどっちも使うっていうサメがいたりとか、あるいはそもそもこの栄養の与え方が分かっていないっていうサメもいるので、こんなに綺麗に分けることはできないんですけれども、サメ初心者の方はひとまずここまで押さえてください。そしてこうした多様な生殖方法のうち、シロワニは赤ちゃんが他の卵を食べて育つ卵食または食卵と呼ばれる方法をとります。卵食自体はホオジロザメやアオザメなど他のネズミザメ目のサメでも確認はされているんですけれども、シロワニは卵だけではなくて成長した他の兄弟も食べてしまうことが確認されています。シロワニの受精卵は薄い卵殻に包まれた状態で、最初は卵黄の栄養を吸って育ちます。やがて 5cm くらいまで成長すると卵殻から出てきますが、 10cm くらいにまで大きくなると生えてきた歯を使って自分より小さな兄弟姉妹を殺し始めます。唯一生き残った赤ちゃんがその兄弟たち、そしてその後に排卵される卵を食べることでさらに大きくなり、全長 1m 近い立派な姿で生まれてきます。これが子宮内共食いと呼ばれる理由です。なお、サメの子宮は2つあるので、1匹のメスはそれぞれの子宮で1匹ずつ、合計2匹の赤ちゃんを産みます。兄弟で殺し合うというのは人間基準で言えばかなり恐ろしいですが、これは彼らなりの生存戦略と言えます。シロワニを含む多くのサメは1匹のメスが複数のオスと交尾して、異父兄弟がお腹の中で育ちます。そしてシロワニの子宮の中で生まれてくるには他の兄弟に食べられないように自分が一番早く成長する必要が出てきます。以上のことを踏まえると、生まれてくるシロワニの赤ちゃんというのは早くメスと交尾できて、他よりも早く卵にたどり着ける元気な精子を送り込めて、さらに子宮内で一番に成長する遺伝子を持ったオスの子供と言えます。そう考えると、子宮内での共食いはメス視点で言えばオスの遺伝子の選別、オス視点で言えば受精した後の戦いと見ることができます。つまり今この世界で泳いでいる全てのシロワニがある種の最終選別を勝ち残ったエリート中のエリートということになります。もちろん全ての生存競争をしている生物にこれは言えることかもしれないんですけれども、受精した段階でまだ終わっていない、その先にさらに壮絶な戦いがあるっていうところを考えると、やっぱりね、この自然の厳しさとかサメの進化の面白さっていうところがよく表れてる気がして、そういったところもね、シロワニの魅力の一つかなって僕は思います。以上がシロワニ解説、いや救済動画でした。本当にね、なんかね、人食いザメとかね、怖い顔とか言われがちなんですけれども、非常にかっこよくて美しくて、そして面白くて、よく見ると可愛い側面もあったりするサメなので、もっとね、このシロワニの魅力っていうのを多くの人に知ってほしいなって僕は思います。こんな風にこのチャンネルでは海の生き物を中心に生物の生態とか環境問題について発信を行っているので、こういうのを一緒に勉強していきたいよという方はチャンネル登録、高評価、あと Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら部下。バイバーイ。